こんにちは、9月の4日水曜日11時をお迎えしました。大ちゃん、歌さんの人生楽しみましょうの時間がやってまいりました。パーソナリティの片山大蔵です。こんにちは、翔さん。どうもこんにちは、横浜銀杯の翔です。なんかすごい爽快な声してますね。いやね、昨日ね、はい、第1弾のレコーディングのボーカル入れが終わったの。ほうほうほう。俺ね、ここ何日かほんと詰めてて、たった2行の歌詞が書けなくて、あ、3日半ぐらい悩んでたの。はあ。これね、もうなんだろう、もうその歌を作る時のね、たまに起きる現象なんだけど、はい、ハマるとね、全然出てこなくてね、あ、いやいやいや、寝れない夜は続くわ。あの、例えば普通の人の仕事ってのは何時から何時まで終わるじゃないですか。はいはい。ね、だけどさ、俺らのやってることって、音楽を作ることって終わりがないじゃないですか。そうですね。自分でこれで OK 最高って言えるまで、なんかいまいちだと嫌で嫌で嫌で、うん、そうすると締め切りがいつだろうかみたいな。あ、いやいやいや。で、昨日ボーカル入れが締め切りだったんですよ。はいはい。だから、そのまあ一応その前日の夜中っていうか明け方には出来上がったんだけど、うん、歌うから寝なきゃいけないじゃん。はいはいはい。ね、起きてすぐだと声が出ないから、はい、そんなのがあって、それがね、昨日のね、夜中10時ぐらいに終わったの。お、歌い切って終わって、でスタジオから帰ってきたわけ。はいはい。そっから今日まではだってよく寝たし、爽やかですよ。一つなんか大仕事終わったかなみたいな。でもそれまだ始まった第1弾なんですよ。はい。これがまだ、年末に向けて第2弾第3弾と続くんでね、うん、まあ、一番楽しいこと今やってる時期なんで、ちょっと楽しいかな。苦しいマリーノ、楽しいマリーノで面白いですね。面白いですね。だからのもなんかね、情緒不安定な感じ昨日の雨みたいなもんで、はいはい、あ、それで、うん、ありました、昨日の話といえば、うんうんうん、俺今ちょうど違うの触っちゃったね大ちゃん、はい、今日はね、じゃあ大ちゃんが用意できるまでね、用意できたら言ってくださいね。あ、もうだ、はい、OK、あ、大丈夫ですか、はい、はいはい、メールが来てます、はい、ね、翔さん、大ちゃん、皆さんこんにちは。こんにちは。いつも放送楽しく聞いております、うん、昨日の豪雨は大丈夫でしたか。いやー、びっくりしたよ。ニュースを見てびっくりしました、うんうん、横浜が先週の佐賀の豪雨のように、豪雨と同じように映像が流れてたじゃないですか、うん、私はびっくりしました、うん、翔さん、大ちゃん、お変わりはないですか、うん、今日の放送も変わりなく放送されることを祈っております。大丈夫、うん、本当は今日も仕事がお休みなので、うん、FM とかに行こうと思ってましたが、うん、昨日の豪雨の映像を見てビビってしまい家でラジオを聞いていることにしました。いやいや、それマコピーさん。マコピー、それ違うだろ、お前。今日はお前いい天気だよ。え、でも昨日豪雨だったんですよね。そう、大ちゃんはお店の中にいたでしょ。全く知らないです、うん、俺はね、レコーディングスタジオの中にいたの、はいはい、全く知らないで、でちょっと何曲か歌った時にスタジオ一回出たの、はい、タバコ吸いに、はい、そしたらすっごい雨じゃない、はい、そしたらいきなり、表出た瞬間に携帯がピコピコ鳴り出して。鳴りましたね。したらもうすごいことになってるじゃないですか、はいはい、戸塚駅ツイッターとか見たらみんな開けてて、はいはい、駅のホームのとこがびしゃびしゃになってるし、穴ぼこ開いたみたいだらーっとこでましたね。びっくりしましたね。あとなんだ、ちょうど南区の子ども医療センターを山一つ越えるとちょうどね、グミオジムがはいはいはい、坂の山がぐんとこうね、はいはい、谷になってじゃん、はい、あそこら辺も大変だってみたよ。お、水がバーってちゃって。柏川は大丈夫だったらしいじゃん。いや、その代わり前横がマンホール2つ飛んでった、うん、マジで。はいはいはい、ららららら、大変だったみたいですね、ま、すごい、なんだろう、集中だ、長い時間じゃないのにすごかったんだね。だから一気だったんですよね、ドーンと。びっくりしたわ。やっぱ異常気象ですね。なんですかね、もう雲がちっちゃいんですよねそこで気合入っちゃってるんですよね。ほう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 、気合入ってるんですかね。気合入ってるんですよ。だってこの前もそうですよ、中区の方で警報でダーってやってるんだけど、どっか降ってないとか、うん、本当にちっちゃい雲なんですよね。だけどこの水はけって大事だよね。ハゲ、はけ、あ、俺の何大事だ、そんな敏感なそういう問題じゃないじゃん。もうそうです、ね、やっぱ水はけが、うん、大切だよ ね、 そうですね。やっぱ下水の工事とかね、うん、なんだよって思うけど、いつも車乗ってて、うん、でもちゃんとなってないと、やっぱその水をちゃんと流すのがきっちりなってないとやっぱりなりますもんね。またそしてそれ以上に降っちゃってるらしいですね。そうなんだよね。あれ規定があるんですよね、1時間何ミリって。
あ、それそうですよ。それがオーバーしたからダーってパンクした。でも昨日みたいなさ、一瞬の雨で戸塚の JR 戸塚の駅のさ、ホームのさ、屋根の真ん中から水がすごい垂れてきちゃうって、今まで見たことないですよね本当に。ね、しかもほら地下鉄もあるじゃない、はい、戸塚は地下もあるし、ね、橋の上から出る改札のあれば下もあるから、うん、ちょっとびっくりしたよ ね。いやびっくりしました。まあ皆さん大丈夫だったでしょうかって感じですね。あ、でもう一つメールが来てます、うん、はい、大ちゃん、うたさん、しょうさん、こんにちは。こんにちは。今日も遅刻ですか、今から行きますって、待っててねって。あ、わかった、はい、タムさんだね。その通り、タムさん待ってるよ今日はね、久々にね、スタジオの方にはブタくんが遊びに来てるね、はい、いつもメール、あと今日もケーキいただきました、みゆちゃんありがとうね。惜しいね、うたさんね、はい、うたさんね、うん、本当に、まあ、あの人食べに来てるようなもんだからね、食べてるか落語してるかどっちかだからね。もうあの幸せそうな顔して食ってんですよね本当に。まあちょっとね、着物がおしゃれだからさ許すけどさ、はい、じゃあもうすぐ今日行っちゃった方がいいですかね。本当ですか、はい、実はね、大ちゃんね、はい、今日9月4日じゃないですか、はい、9月5日って34年前、お、俺がソロとしてデビューシングルが発売された日なんですよ。おー、ということはまあデビューの日じゃないですか、はい、ところがね、これと数々の都市伝説があって、俺の記憶では9月5日がデビューなんだけど、うん、多くのファンの子が、いや翔くん9月2日だよって言うのね。で俺もさ、記憶が定かじゃないわけよ、はい、当時のね、はい、ね、おい俺のファン、俺のソロのデビュー記念日はいつだということで、はい、俺の中ではレコード出した日、まあ、でもね、はい、多分ね、先走って俺ね、デビューしたぜぐらい言ってると思うんだよ。お、普通はレコードと同時にデビューっていう形なんだけど、はいはい、まあ、横浜銀杯でデビューしてたわけだから、まあ、新たにね、ソロでデビューっていうのもおかしいんだけど、まあ、そんなことで、34年前の9月5日に発売されました。この時はね、気合、俺もすごい入ってましたんで、跡目相続みたいなね。おで今日あのみのちゃんがね、このレコード持ってきてくれたんですよ。ほう、そういえば2日だよねってやっぱファンの子なんで言うんですよ、デビューが僕もファンの人に1票、くちくしょでこのベイビーキャットっていうね、シングルこれからかけるんですけど、この時の跡目相続4部作起承転結、はい、4コマ漫画みたいなもんですね、はい、うん、それで、9月5日にベイビーキャット、10月21日涙をぶっちぎれ、11月21日 1.16 のロックンローラー、12月16日憧れのフィフティーズベイビーという4部作を毎月毎月出そうって言って、しかも俺これ今見せてもらって、当時事務所も悪いよね、 AKB みたいなことしてるんだね。何ですかこのね、はい、レコードを買うと衝撃プレゼント、もちろん横浜銀杯のショーに感激の劇で衝撃プレゼント、はい、ね、抽選で1万名様に当たります、この応募券がついてるの、あレコードに、はいはいはい、ね、で跡目相続ってこう全部応募用紙に出して貼って送るとプレゼントがもらえるわけよ、はい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 、こんなことしてたんだと思って、はい、でファンの子に聞いたら、このためにやっぱレコード2枚買うと、さすが台紙に使っちゃうのと、はい、そのまま取っておきたいって綺麗に保存して持ってきてくれました。ちょっとありがとうね。ということで、はい、34年前、9月5日に、私、ソロデビューいたしました。聞いてください。ショーのナンバーで、ベビーキャット。ロサンゼルスレコーディングで撮ってきました。横浜銀杯ショーソロデビューの、シングルカット、ベビーキャットを聞いてもらいました。この放送は365日24時間対応、江南中央駅すぐそば、真心こもった葬儀をしてくれる清水公益社、サバスホールさんの、提供で放送させていただきます。ね、真心こもった葬儀をしてくれるサバスホールさんの連絡先、いつ何があるかわかりません。そんな時電話番号控えておいてください。0120-307-384 まで、いろいろ相談も乗ってくれるそうです。0120-307-384 まで。そしてダンスを習うならここ、ラッパー2バッカーの前澤さんが経営します、キッズ高齢者障害者などのダンス教室も行ってます。戸塚の地下1階ダンススタジオユニスタ、免許返納した方にもサービスしてます。平戸交差点すぐそばにある車高価買取アップル戸塚店、そして戸塚区戸塚町をはじめ関東関西にも展開しております。
よく電話もくれます、メールもくれます、たまに遊びにも来てくれます、松沼くんが所属している、植木屋のスペシャリストガーデンエクスプレスさん、の提供で放送させていただいております。大ちゃん、ガーデンエクスプレスさんって18日に今度、ゲストで来てくれるんですよね。そうですよ、今月。社長ですか、また社長がね、初め来るって張り切ってたんだけど、なんか話によったらなんか、ね、あの横須賀に横浜湾岸支店できたじゃないですか、オープンした、はいはいはい、湾岸支店のやつが、いや俺が行きたい、あそれいいしね、それでなんか社長に勝ったとか言って社長も来てくださいよ、何人でも入れますからね、ちょっと楽しみにしたいです。で、もれなく松沼がついてくるっていう。そしたら松沼さん対ね、湾岸支店さんで、ね、なんかトークしてもらうとかね、何植木トーク、そうそうそう、ね、うちのさ銀横浜銀杏が、はい、なんかね元気、この時期になってもねちゃんとの葉っぱがつかないの、やばくない、やばいですね、ちょっとやばい、ちょそれはだから、いや盆栽団もやってからちょっと持っとこうかな、18日これを診断してもらおうかな。そうそうそう、ガーデンエクスプレスね。ね。慌てません、今は。松沼さん。俺、去年から大事にしたんだよね。今年の葉っぱ出ねえんだよね。あれ、コピーした同じような、なんか、銀杏とか持ってくるじゃないですか、松沼さん。こっそり松沼、うちの横浜銀杏やばいんだよ。ちょっと楽しみですね。そうですね。さあ、ということで、大地さん、9月といえば、はい、このモレラスタジオあるじゃないですか。はい、で、この、9月の26日に、こっち方にほら前は、本屋さんとかで、薬屋さんがあったじゃないですか、はい、この会に、はい、それがねグランドオープンするらしいよ、東戸塚だって、何吉野家、そう吉牛って呼びますけどね俺たち、いやだけど、吉野家カフェだかなんだかつってちょっとこされたやつなんですよ。あ、そうなの？そうなんですよ。そうなの？はい。それはこの番組で宣伝しなきゃダメじゃない？ねえ。吉野家カフェ？そう。本当に？あれも知らないんですか本当に？知らない。俺が今日モレラスタジオ来て、モレラのハイビジョンを見たら、26日グランドオープンって出てたから、あ、これみんなに教えなきゃと思って、ほら、東戸塚の駅の人はみんな知ってるけど、はい、やっぱ戸塚のやつらもたまにこう来るわけじゃない。これ言おうと思って、吉野家カフェって、って本当かな、それ。いや、本当です。本当に？何で何置くの、牛丼とコーヒー、おかしいだろう。女の子でも入りやすいよね。ね、それ知ってますよね。知らないと、ほら、みよちゃん。知らないしらばっかなの。豚くん知ってます？知らないよね。もう、ちょっと、俺はちゃんとした正論で喋ってます。あ、そうじゃ、ちょっとこれ調べなきゃいけない。よくないよね、ちゃんと。あ、そうっすか。じゃあ、9月26日は、はい。吉野家カフェで、あとね、大戸屋さんもある、そうね、そしてまあうちのFM トスカの事務所もね横に、はい、こう今まではね上でこう大変でしたけど、ね、こうやっぱコミュニケーションが大切ですから、ね、そうですね、いや東トスカもどんどん良くなってる、あれ大盛況だったらしいじゃないですか、はしご酒、ちょ、あ、そういうトスカね、東トスカは今日明日なんですよ、あ、そっか、まだか、トスカの話か、今日、今日はいや、だからでもね、その代わりチケットは結構いい、まあ、人気で売れてるらしいですよ。俺の同級生がやってるね、アンジュールっていうのもね、今回参加してるみたいなんですよ。アンジュール、飲み屋さんですか？いや、違いますね、フランス料理とか、まあ、最初、そういうのやってたんだけど、今はね、なんかシチューみたいなのやってる。おー、いや、本当に大盛況で、またね、ここはね、森田さんって商店会長、ああ彼はねパワフルですからね、あの人のちゃんとリーダーシップがすっごい整ってるんで、もう街中にスタッフがいて、どこのお店があそこにありますとか、あそこはいっぱいです、あそこが空いてますとかね、副会長大証券のおやつさんでしょ、あ、そうなんですっけ、あの中華料理屋さん、もうだからもうみんながねちゃんとお客さんが楽しめる運営してるから、これ絶対おすすめね、え、はしご酒いいよね、俺もさ時間があったら本当行きたいぐらいなんだけど、なかなかいいんだ、またイオキ、はい、僕の同級生イオキ和彦東戸塚の人みたいな顔して東塚とってやってるんだと思いますよ、そうですね、カオちゃんもね来てますよね、こっちね、はい、うん、だからいろんなとこあいつら行ってるなみたいな、でもまあ本当に当日券も販売多分すると思うんでね、2500円、はい、ね、これ消費税どうなんですか今ね話題だよね、違う、今はだって関係ないですよ、まだ9月ですよ、そうだけど10月になったらさ、そうです、ね、ね、チケットはなんか関係ないっていう話だけどね、今日もなんかいろいろ朝からやってましたよ、何がですか、あのおせちがどうなんだとかさ、ね、お重入りのおせちだと
入れ物があるとくっついてるからテンパになっちゃうと、お持ち帰りの感じがないから、あ、うん、でこの安いあのこのプラスチックで行ってきたらば使い捨てだと 8% なんだって。これおかしいよね、めんどくさいよね。なんか、まあ、もちろん財布に優しい方がいいけど、 8% から 10% だったらもう 10% って決めちゃいいですよね。それをなんか変な優しさでこれは 8% ねとか言うから揉めんじゃねえのとか思う。あれはだから議員が悪いんですよね。あ、多分国税庁が悪いわけじゃないんです。なるほど。国税庁いいんですよ、すごいいいんですよ国税庁はすごい良くて、うん、俺全国で3人ぐらいしか表彰されない、うん、国税庁の長官表彰っていうのを俺来月受けます。うわすごいじゃん、マジ、マジマジマジでマジマジ、それすごいじゃない。なんでそんなのもらえるの。国税のことちゃんと協力してちゃんとゲストでお招きしたりしてんじゃないですか。でも俺もその時いたよね。ね、俺もいたよね。おまけでね、おまけでね、番組の一番最後の名前、ね、いやいや何誰だよ笑ってるやつ。え、俺もいたよね。で国税みんなで行こうってやったよね。やりました。それなのに表彰されるのはやっぱ大事じゃない。まあそうだね。いやそれと、うん、あそこも大変でやっぱさ、うん、もう本当に何回何年やったかで、うん、でまず一番最初に戸塚税務署の所長の感謝の言葉の表彰、うん、でそれももらうのに税務署が申請するんですって、うん、国税庁に、で申請して大ちゃんがいいよって申請するわけでね。身体検査入るんですから。身体検査、うん、え、なんで、え、なんでちゃんと税金納めてるか滞納してねえか。あ、そういう身体検査ね。あの血圧高いとかがダメとかするんじゃないよね。大丈夫、尿酸値高いとダメとかないよね。大丈夫なので申請してやっぱし半年1年かかって、うんうん、でじゃあこいついいよって言ってはあ。で感謝の言葉から戸塚署長の表彰から、うん、この前は東京国税局の局長長から、うんうん、で今度国税庁長官でしょ、うん、その次が大臣賞。へえ。ずっと何年もやってないとそこに上がっていかないんですよ、うん、あ、じゃあそうか、ラジオで一回会った時ダメってこと。俺みたいなの本当に積み重ねしないと。そうなんだ、まあ積み重ねが大切だけどね。ちょっとなんかちょっと機嫌悪くなっちゃったな。なんかいいな大ちゃん一人で表彰されて。俺も表彰台、俺表彰台とか大好きじゃん。あの競争が好きだから、はい、一番が好きだから、はい、もうなくなっちゃったけど、映画館の上の方にさサーキット場があるとかあるわけよ、はい、ね、うん、そこまで上がってって、あそこだよ、寺もじゃねえや、なんだっけあそこに、でかいこと言えよ、ワールドポーター、ワールドポーターの上にこうちょっとレーシングカーみたいなおもちゃがおもちゃある、はいはい、そこに表彰台があるの、はい、そうだよね、絶対一番のとこに乗っかってね写真撮ってもね。お一番が好きって大切だよね。大切です。もうやっぱり競争が必要で ね、うん、やっぱ足りないのはそこだと思うんでね。みんなが一緒なんてダメだね。ダメダメ、はい、ということですね。みんなが一緒がダメなんか言ってますけど、なんと今、ラグビー、はい、すごいことになってるよね大ちゃん。もうなんかすげえダメダメって騒いでますよね。すごい、ほらなんか全然笑わないやついたじゃん。名前出てくれ。いや笑わないやつがいるんだよ。もうこれテレビ引っ張りだこなんだから。名前忘れちゃって今ちょっと笑わないやつって俺北の海しか見つかですね。ああだからそう、怖い顔してるわけよ。そう怖い顔してて、それで笑わないわけよ。でそれがまたちょっと可愛いって人気なんだけど、あとなんだっけ、ドラマでも今ほらやってんじゃんラグビー。おお、あ大ちゃんテレビ見ねえもんな。テレビないんですよ、うち。本当にノーサイドっていうのあるんだよ、はいはいはい、ノーサイドってあって、でこの大泉洋がやってんだけど、はいはい、これがまたね結構ね、俺のなんて俺みたいなやつのねここ気持ちをねこうかき回してくれるわけよ。とてもいいぞ。それはもうやっぱラグビーね、はい、で、なんとこのリポビタンデーチャレンジカップ2019ってのがあるのよ、はいはい、ね、で日本代表 VS バーサス南アフリカ代表っていうのが9月の6日そう、まあさってじゃないですか。そうですよ、ちょっとギリギリで申し訳ないんだけどね、それが開催されるやるわけですよ、はい、埼玉で。ところがなんとこの戸塚区民文化センター桜プラザホールでは、450席先着順全員入場無料です。おパブリックビューイング。そうそう、パブリックビューイングでっかいの画面で、この南アフリカ代表と日本代表の、チャレンジカップ2019を生放送しちゃおうじゃないかっていう企画ですよ。17時半会場ですね。だからそこで入ってもらって450人までは OK です、先着で。18時からですけど、キックオフは19時15分、
みんなで盛り上がってですね、ぜひ、日本代表を応援してもらいたいと。18時からはですね、ちょっとトークショーがちょっとあるらしいですけど、7時15分ぐらいまで。うん、俺もさ、もうちょっと早く知ってたらさ。いや、でも俺、翔さんがそんなスポーツ生き生き言ってるって、全然なんかビンゴじゃないんですけど。え、なんで？だって俺ほら、バスケットボールの B リーグでも俺ほら、アイラブヨガ。いやいやこうくっついてんじゃないですか。違うし、俺大好きだから、球技。そうなんですか？サッカー好きでしょ？野球好きでしょ？もうね、始まったら俺、結構、こう録画してでも見るし、あとね、俺の周りの人がみんなスポーツ好きだから、誰かんちに集まってもう文句言いながらずっと酒飲んだり、あ、でも本当に観戦って自分一人じゃなくて仲間何人かで追うのが面白いわ。確かですよね。なかなかね、時間でほら、今前は野球とかもベイスターズとかもね、うん、やっぱ球場まで行ってたんですよ、うん、なかなかこう行けなくなってきて時間がなくて、うん、そうするとビデオ撮ってるやつらとかがいたりだとか、ちょうど生でやってる時に時間が遅かったりすると同級生の家行くですよ、はい、でも酒とか全部用意してあって、もう 7,8 人であいつがダメだとかこいつがダメ、もっとサッカー部が多いから、はい、みんなね、うるさいのよ、脳ガキが黙って、何やってんだよとか言って夜中、はいはい、楽しいですよね。翔さんなんかあれですよね、高校野球でそれ見てて、うん、何対何でっつって1000円とかこうしないっつって、野球賭博じゃない、それやらない、違うんですか、やらないよ、あ、それはしないですね。店員さんによってね、メニュー買ったり、おいおいということでね、ぜひ時間のある方は9月6日金曜日18時からです。戸塚区民文化センター桜村さんでね、みんなで、日本代表応援しよう、応援しよう、話ですよ。大ちゃん、いいですね、ぜひ行ってくださいね。何の話からこれに行ったんだろう俺、よくわかんない。ラグビーね、五郎丸は最近もテレビの方でね、やっぱだからさ、あんだけすごいやつが外れるってことは、やっぱ下の層が頑張ってきてて、日本ラグビーもの代表のやつらもやっぱ力つけてるんだと思うんだよね。すごいですよね。すごいわ。あれ、なんかラグビーって本当は実はすっごい根強くファンがいっぱいいてなんですよね。そう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 。なんか表に出てきてないだけで、だからあれテレビやってないからいけないんですかね。まあそれもあるし、それもノーサイドっていう、なんだろう、テレビドラマでやってるけど、結構やっぱその、なんか貸し手のためにやってるとか、そのプロ意識、プロっていうか、やっぱプロデュースかなんかうまくやっていかなきゃいけないんですよね。そうそう、まあ、アマチュアスポーツみたいなところがあるから、うん、どうしてもね、そういう感じになってますけどね。俺だからそうですよ、それこそこの番組もちょっとプロデュースしなきゃいけないなと思って。どう？ヒロ君がいなくなるじゃない、いないじゃないですか。いないな、ヒロ君全然平塚がおらないし、うん、だから俺10月からここに女性を入れようかなと、うん、いいでしょ大ちゃん、はい、もうお前最高だぜダイソー。いいでしょ。いやだって先輩になっちゃったもんね。男臭い話ばっかじゃダメじゃないですか。やっぱり女性の声を入れなきゃいけなくて。そうだね。ですよね。大賛成だね。うん。歌助けが来なくてもその子が来るみたいな。いいですよね。え、そんな当てあるの？あ、俺だってちゃんとこう口説いて口説いて。本当に。新しいスポンサー。ああ。勝田接骨院。勝田接骨院。うんうん。委員長の奥さん。あ、いいっすね。だから人妻だから、それがどうなんですかね。いや、何考えてるの？いいんですか？当たり前じゃないか。俺がいいねって言ったらそんな意味じゃないから。いや、俺は女性の人は後輩としたらこうやって、うだうださ、やろうでやってるより女の人が一人いたら、だってあれだよ、横田商店の横田さんも良かったじゃん、はい、あ、人妻ですけどね。そういうこと言ってんじゃなくてさ、いや、いいんですか？大蔵、はい、お前、かけ、そういう目で見るなよ。少々しょうもねえな、こいつ、本当に。ああ、そうですか。でも女性のね、スポンサーの、方の奥さんが出たりとか、ね、楽しいですよね。いいですよね。あ、でも整骨院だったら、なんかいいですよね。整骨院、はい、いろんなそういう体のことケアいいですよね。の話とかもだ、ベッド持ってきて翔さんに寝てもらって。だからさ、それ奥さんでしょ。奥さんもやってんの？やってます、やってます。あ、やってるんだ、はい、ボキボキ、あ、ボキボキって言えば、はい、話すげえなこの番組。銀杯チャンネルがね、見ました、見ました、また更新されたのよ、はい、うちのドラムのアツシがフェイシャルとかね、うん、顔面のあれとか体をほぐすとかいうので行ってきてましたよ。あれ痛そうだ、リンパ流すやつ。やったことある？ないです、ないです。男の人ってあんまやらせ、リンパを流すやつっていうのは膝までとかね、分かれてる、どこまでやっていいですよって免許が、はい、膝ま、足首から膝までの人と膝から太
友の上の方まで行っていいのとなんかね段階があって違うらしいです。おこれで、膝で流して、そこから、なんだ汗とかそういうので老廃物を出すっていうのと太ももの方まで行ってその鼠径部のところからギュインってこう絞り出すっていう2種類あるらしいね。ほうこれ痛いらしいのよ。やりましょうよ。だから10月になったら笠瀬骨サインに。いやもう俺はここで機材触ってなきゃいけないから。いやそれ関係ない。俺はそこで触ってるから機材大丈夫だから。俺ちゃんとメインで喋ってなきゃいけないんで、そのちゃんと実験台は翔さんに先輩に譲りますんで。いやまあそんな約束しないよ。どうなんだろう、みんな言ってんのかな。俺はね人に体触れるのが嫌だからあのなんかテモミンとかそういうのもいかないし、普通のマッサージも、ね、いかないのね。おでも触ってるとすごい凝ってるらしいの。はい、なんで嫌なんだよね人に触れるの。ありますね、うん、俺もあんま好きじゃないね。いやそれじゃダメなんだろうけど疲れて、やっぱさいい睡眠とかをさ取ったりだとかさしなきゃいけないじゃない。はい、お最近気にしてることは歩いてる時にちゃんとした姿勢で歩こうと思ってるの。おやっぱね同級生のやつとかねちょっと気抜いて歩いてるの見てね、ほんとジジイだから俺の友達。 ありますね。こうなっちゃいけないっていうね、はいはいはい、うん、部分でちょっと気をつけるようにはしてますけどね。お、はい、まあ、体が第一ですから、ね、大ちゃんもね若い若いって言いながら立ちっぱなしの仕事だし。俺全然元気。あでも今足痛いな。そうでしょ、うん、めいちゃん散歩したりとかしてでしょ。しますね。まあ、俺はいろいろ動いてるけどでもやっぱ来るよね。でも若いですよね翔さんね。いやいやそんなことないさ。だってあんだけハードなライブやってあんだけの距離移動してってやってあれでも慣れちゃうんだよね、はあ、慣れちゃうと思う。いやだけどでもさ、あそういえば A ちゃんこの間テレビ最近 よくテレビで、 ですね A ちゃん見るじゃない。はい、7年ぶりのリリースよろしくみたいな感じで、はい、いろんな番組出ててこの間嵐と一緒に出てたよね。ほいやなんか俺ねびっくりしちゃった。でもなんかいいなと思ってね。ほ A ちゃん来てますよね。なんかもうすぐあの CD 出るらしいですけど7年ぶり。え銀杯が何年ぶり。銀杯は5年ぶりかな。でもフルアルバムはね、ベスト版みたいなやつ3曲ぐらい35周年の時出したけど今回はフルアルバムですからもう100万年ぶりぐらいじゃないですかね。そんなに生きてんのかお前はみたいな。まあ何しろそれっていうのはとても久しぶりだねっていうことで今だからそのたった2行が書けなくてとかさいろいろ出てくるわけさ。はいはいはい、大ちゃんで俺らほらあの頑張って自分たちでこうねレコーディング大好きでやってるわけでしょ。はい、ほんとね昔できてたことがたまにできなくなったりとかしてね時間かかったりするの。こんだけ練習してんのに。あほんなんだろうこのやっぱし脳みそが固まりつつあったりもするんですよね。分かんない。今までこう伸びてくるものが維持していくために練習を重ねてるみたいな、はいはいはい、スポーツ選手でも来たりするピークが来た時に、はいはい、あれおかしいなと思って今まではね練習は嘘つかないなんて言うけど、うん、練習は嘘つきだからねやっててもやっぱね、あの体力は衰えるしまただからどんどんこうチャンネル変えなきゃいけないんですよね、うんうん、でねスポーツ選手さんが最終的には全だねとか言ってあスポーツと全然関係ない精神とかも言ったりするんじゃないですか。そうそう、なんだっけな飯塚君っていう、陸上選手がいるんですよ、はいはい、サニーブラウンだとか、桐生君だとか、うんもちょうどちょっと前に、リレーを出た時に、はい銀メダル取った時の、はいはいはい、飯塚君っていうあの選手がいるんだけど、はい不思議なもんでさその、すごい記録の時にバンバン出てくるわけじゃないし、うん、大事な時に怪我しちゃったりとかしてるんだけど、これ結構注目してるその選手っていうのはなんだろうその多分それそいつの彼のその思いなんだろうけど常に調子のいい時にドーンっていける、うん形にしようというその1位を取ってたりだとか、はいはいでかい大会じゃなくても1位を取ったりとかするののなんか記録を最長記録を持ってるんですね、うん、だから長い間、飛び抜けたところでドーンと目立たないけど、うん、っていうのはその飯塚選手っていうのは1個の試合に照準を合わせない。あ、うん、
例えばじゃあ今度今オリンピックがあるからみんなオリンピックオリンピックとオリンピック照準を合わせて体を作っていくんだろうけど、その飯塚っていう選手はどの大会においても自分のいいところを出せるようにこうなんていう練習の仕方をしてるから一点に集中しない分だけ、そうじゃないところでのいい記録が出せて、こんな時に1位取るのみたいなことをする選手って結構注目してて、だからまだ記憶に新しいリレーの時出てきて、あの侍みたいに刀を抜いてやーってやったシーンがあるんですね、それをやろうって言ってたのが飯塚選手らしいんだけど、何しようってみんなその一回ポンって世界に打った時に、日本は何しようってありましたありました、そうそう刀ピュッて抜けばいいんじゃないの、とかいうのは新しい裏話聞いたんだけど、その陽気な選手がたまでリレー外れちゃったり、200が得意なんだけど、なんか400メートルでいい記録が出ちゃったりだとか、なんかすごいなんかちょっと愛すべきランナーなのね、でもその人のことをいろいろ調べていくと、その照準を合わせない、長く、1位が取れる体を作るっていう調整方法で、だからね、いつもねのほほんとしてるの、インタビューとか、そうみんな必死じゃん、2020年のオリンピックに合わせて僕はそのためにって合わせてるのと全く違うアスリートの形って、でもそうですね、本当に力んじゃうから筋肉硬くなって遅くなっちゃうもあるし、だらだらしちゃうから力まりもあるし、そうでも逆を言ったら照準を合わせないからいいとこで勝てないってのもあるんだけど、 でもそれはほら陸上が好きで長く走っていたくて、いくつまでもっていう、そのさっきの体力の話じゃないけどさ、そういうことを考えていったらそれは楽しみながらやってる中での、でもちろん記録も持ってるわけね、そういう地味な感じだけど、そういう選手っていうのも素晴らしいかなっていうね、だから翔さんもちょっとチャンネルチェンジで、俺それこそね戸塚に来てってファンの方がいっぱいいらっしゃるじゃないですか、地方から、その時にいつも言うのが翔さんコース、だから翔さんおすすめコース ABC でもいいし、戸塚のだって来てじゃあねバイカロさん行ってって意外と言ってくれてるんじゃないですか、そうだね、あれもう少し穴のあっていい話だと思って、ああいろんなとこね、そうそうそう、ちょっとパチンコ屋も寄らなきゃいけないし大変だよ俺、いいですよ、だからそういうところ写真そういうところ写真撮ったりしてもいいですよねここの台で翔さん打ってたよって写真撮ったりしたり、もうねそうだね、ちょっと私生活バラしたかみたいな、そう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 それだってそれこそ極真道場かなんか行って翔さんが一回試合やってる写真を撮って、いや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 、それはちょっと俺球技が好きだったけど別に極真とか行って、そしたらだってファンの人が来たらそこの道場行って一回ちょっとあのシーンやりたいんで、もしかしたら入門するかもしれない、いやそれ大ちゃんやってよ、はい大ちゃんの方がなんかいやだって翔さんコース道着は大ちゃんまで俺似合うと思う、いや俺翔さんコースだし俺ここで機材やんなきゃいけないんでそれ水曜日だけじゃないかなどうなんじゃないよ、機材やんなきゃったって俺はロケでお前レコーディングの時外から電話したって電話出ねえじゃないかよお前大丈夫ふざけんなよお前大変なんですよ、大変ですよね、さあということですね、そうですね、9月は盛りだくさんのことがいろいろありますけど、でもちょっと自分のあれはちょっとまだ早いんで、そういえばさ、大ちゃん俺この間平成の女の子とねちょっとしたイベントに出たんですよ、平成生まれのその前あの原宿のクロコダイルでも平成生まれのロックノーラー、ね、ジョニーっていうジョニーパンドラっていうこのロックノーラーたちといろいろ話したけど、やっぱりなんだろう、考えてみたらもうさ30歳以上いってるからさ、もう子供じゃないんだよね、ね、ちょっと前まではさ、あんだ平成生まれのガキがよって言ってたのがもう平成生まれのいいおじさんになってるじゃん、ってそうです、ってことは俺らすげえおじいさんだなとか思いながらも、平成生まれのね、昨日何26歳ぐらい、6、7歳の女の女性の方に会ったんです、女優さん、ね、着物着て、おもうねみんな可愛くてさ、そんで話合わないかなと思ったら全然合うのね、おだからもう平成生まれ平成生まれなんか言ってらんねえね、もう令和も味わったわけだから、だからそういうなんかコミュニケーションとかその、大切だなって、思うのさ、大ちゃんはさモネやってっからさ、いろんな人がカウンターで話とかもするときに当然大学卒業したばっかりの子とかも、ね、よく来てさ、大学って楽しいじゃん、いろいろやって楽しくて、そんなことからまたボランティア活動だとかどういうことしていこうかとか、いろんなイベント参加したりとかしてる会話ができるから、大ちゃんは平気で
そのね、自分より、OK ですよね、下のやつでもダメ、うん、俺さやっぱり偏ってるでしょ昭和だからさ、はい、だって35とかも下なんだよ、はい、そんなのと何話すんだよって。でもこれ不思議とちゃんと話せるんだね。だ気持ちの問題なんだよね。そうです、そういう、その、まあ、もちろん女性だっていうこともあったから、うん、下心もあって自分からいろいろ積極的に言ったんだけど、あここカットね、うん、でやっぱりそのあの年っていうかその昭和生まれのやつも会話をコミュニケーションを取ろうという気持ちを持たないとダメなんだなっていうことを思いました。はいはい、いやだからねこの前思った、うん、あの夜回り先生の水谷先生、あ、はいはい、ブログを今閉鎖しちゃったんですよね。え、なんで？もう疲れたっつって。ああ、あの方は戸塚高校夜間の先生だったんですね、はい、だから突然思ったのは水谷先生とヤンキー先生、うん、吉井さんは名学卒業なんですよね。ああ、そうですね、戸塚なんですよ。ああ、そうですね、だからヤンキー先生、水谷先生、翔さんの、うんうん、なんか対談、今の親に物申す、なんかそれそれやりたくないです？いや、やりたいですね。まあ吉井先生は仲いいんでね、俺ヤンキー同士で。そうですね、まあヤンキーっていう一括りじゃないですけど、あの空き缶こう一緒に持ってうんこ座りしてるんですね。いや、そうじゃなくて、はい、その戦うっていう、人生の中で戦うやつもやっぱね、議員になってでも相変わらず普通の、なんだろう、性格も変わらずなんか戦ってますよ。やっぱそれってのはかっこいいと思うしね。だそれを本当に身近に、うん、駅前で戸塚っていうキーワードで、あ、それでおまけ、うん、最後に戸塚ヨットスクールの戸塚博さんも呼ぶ。あの人まだ元気なんですかね。元気ですよ。輪島みたいな人ですよね。そうそうそう、ボクサーの。いや、その代わりだって戸塚住んでんとどこの地方行っても戸塚住んでるって言うと、あー戸塚ヨットスクールの戸塚ねって。違うっつうのですよね。全然違う。戸塚区民みんな言われてんじゃないですか。そう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 、だから戸塚博士来て、ちょっとお前ら謝、うん、お前謝れと、うん、戸塚住民にと。もう、私のおかげ、私のせいで皆さんいつもの戸塚ヨットスクールって言われてましたね、すいませんって謝らせたくないです。いやいや、全然思わない、そんなこと。なんでかわいそうじゃんよ。まあ、もちろんいろいろあんなスパルタンなことはあったかもしれないけど、うん、もう水に流しましょうよ。いや違う、あれもありなんですよね。そう、だって俺本当はあれ出し方が変、違って出し方が叩かれちゃっただけで、うん、やっぱりそういう不良いっぱいいたから、まあ、でもね、親御さんからしたらね、まあ、ね、一人亡くなっちゃったからね。最近おかしいよね、子供のさ、虐待とかもさ、顔殴ったりとかなんとかと、すごいじゃん、もう腹立つよね。21ぐらいのガキがさ、そう、酒なんか飲みやがってこないのって飲んでもいいんだけど、うん、それでさ、ね、いくらね、神さんの連れ子だからさ、そこ殴るとかふざけんなとか、ね、だ、それをね、だって翔さんのファンの人たちは多分その親のおじいちゃんおばあちゃんじゃないですか。うんうん、おじいちゃんおばあちゃんしっかりしろよを叩いて、うん、で自分たちの子供、自分たちの孫をしっかりやろう。腹立つよね、本当にさ、まあ、何があってもさ、だって自分よりも絶対に弱いだろうっていうやつになんで手を挙げるかなと、ね、むかつくよね。ですよね、本当に。もうだったら街で喧嘩してる方がいいじゃん、うん、ね、どう、そんな、そういうやつに限ってね、そんなのしかね、こう手で挙げられないわけよ。そうそうそう、だってや、こんな子供だよ、4歳とか6歳とか、それを産んだ親がダメだし、それを育てたじいちゃんばあちゃんが悪いし、まあそうなんでね、じいちゃんばあちゃんのファンを持った翔さんもあるやかな。いやいや、そういうことですよ。さあ、ということで、曲の方に行ってみたいと思います。リクエストありましたんで、お届けしたいと思います。ずっとね、なかなか、CD が見つからなくて、かけられなかったんですが、1993年11月21日の発売です。横浜銀杯ショー。色付きの恋がセピアに変わる。ショーの色付きの恋がセピアに変わるでした。この放送は戸塚区戸塚町をはじめ関東関西に展開している植木屋ガーデンエクスプレスさんの提供で放送させていただいております。いろいろな庭木のこと相談、見積もり等も受け付けてます。お客様の相談に乗りながら丁寧にかっこよく仕上げてくれる植木屋さん、ガーデンエクスプレスさん、お問い合わせは0120-41-2891、0120-41-2891、良い庭木と覚えてくださいね。そしてダンスを習うならここ、戸塚の地下1階にあるダンススタジオユニスタ。免許返納した方にもサービスをしてくれています。平戸交差点すぐそばにある車高架帰ってるのアップル戸塚店。ちょっと広くの真似してみました。そして真心こもったサービスを提供、安らかな葬儀をしていただける365日24時間対応です。
港南中央駅すぐそばにある清水港駅舎サバスホールさんの提供で放送させていただいております。でメールが来てます。はい、八丈島のサイババさん。おー、リック、リックさんですね、うん、皆さんこんにちは。こんにちは。今日の八丈島は晴れて、うん、温泉施設のドアクローザーの交換を作業しております。おー、働いてるね、うん、残念ながらかわいこちゃんはいなく一人で作業です。いや、いいんだよリック、そのうちいいことがある。これから最後まで聞かせていただきます、うん、っていうのと、もう一通が、はい、こら、うん、あ、違った、あ、聞いちゃったよ、聞いてた、あ、いた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 ガーデンエクスプレスさん、松沼さん。お、松沼翔さん、大ちゃん、こんにちは。はい、こんにちは。今週も楽しく現場で聞かせていただいております、うん、頑張ってしようぜ。今月は、うん、全国のガーデンエクスプレス各支店が集まり、うん、会議がありますが、うわ、すっごいな、ガラ悪いんだろうね。でしょうね。いや、ガタイがいいだけか、うん、横浜銀杯のライブもありますんで、銀杯ライブは楽しみです。これだから銀杯ライブがあるから会議もっと気合い入れていっちゃうよって意味なんですかね。いや、でもすごいよね、でかい会社だからね。ねえ、集まってね、職人がね、いいですね。いいね。ちょっと頼むよ、俺の横浜銀杏。ちょっとどうしたら復活するんだか教えてもらって。18日ね、ちゃんと聞きましょうね。はい、そうそう、松沼さん来てくれるからね、はい、そうなんですよね、うん、さあ、ということで、タムさんもいらっしゃって、はい、いただきまして、ブルーベリー、お、ブルーベリーいただいたんですよ、大ちゃん、ね、いいんですよ、もう目にもいいし肌にもいいし、うん、ビタミンとって、もうあと梅酒はみゆちゃんからもらっちゃうし、もうブルーベリーなんかさ、はい、まあ、もちろん俺アイドルじゃねえけど、はい、なんか最近みんな健康食が多いんだよね。嬉しい、嬉しいわけよ、はい、ね、もうだって、もうだってもうさ、なんかこう、じゃあなんかミニ洋服だなんだとかさ、はい、ね、指輪だね、アクセサリーだって年じゃないじゃん、もう、はいはい、そうするとこうぐるっと回ってファンの方たちは健康のありがたいよね。いいですね。なんか俺長くやっててよかったなと思う。本当そういう時にみんなの愛が感じられて。長くやってるっていうと今月の21日なんかライブはありますよね。そうです、はい、よく振ってくれました大ちゃん、まあ、ちょっと中途半端で申し訳ないんですが、ま、毎回毎回すみません、今年横浜銀杯39周年です。サンキューロックロールということでね、9月21日がデビューの時なので今月です。9月21日土曜日、新横浜にありますニューサイドビーチというところですね、アリーナの横です、オープン17時スタート18時からです、チケットは6480円、前売り、これ 8% の 10% も関係ないですからね、税込みですからね。税込みっていうのかな、当日7560円、ワンドリンク別途頼んでください、ローソンコード L コード発表します。71158、ローソンチケットでぜひ、チケット買い求めください、39周年、今年も頑張って元気な姿を皆さんに見せようと思っておりますんで、一つよろしく。そしてまだ時間ある？大丈夫？大丈夫？どうでもいいライブがあります。戸塚魂2 戸塚音楽祭増刊号、9月29日、にくいね、日曜日、ファーストアベニューライブですね、戸塚のライブハウス、オープン17時、スタート18時、チケット3500円。ワンオーダー別かかります。なんと、俺の相棒、川戸正和が、戸塚魂を引き継いでくれて、2をやります。ヌードトリップ、猪木和彦、クローバーなど参加するそうですよ。予約問い合わせは、ファーストアベニュー、スタジオファーストアベニュー、045-871-0211、045-871-0211 まで、皆さん、どんどん予約してあげてください。あいつさ、人のライブタイトル取るわけですよ。戸塚魂って言ったら、じゃあ戸塚の奴がやっぱみんなで頑張ってる姿を見せるんですね。川戸は黒い川戸という名前で、この人をですらしいですよ。で、またそこで、また猪木和彦ですか。そうなんですか。あいつね、ちょっとからね、もう出入り禁止ですからね、俺の中では。ね、ショーの前に出入り禁止。まあ好きなんですけどね、あいつも本当音楽頑張ってるから、うん、実は可愛いんですけどね、かほちゃんも本当に頑張ってるし、うん、なんか戸塚の街からもっともっとね、こう育っていってもらいたいなっていう気持ちはすごいあります。やっぱ戸塚発全国っていう話だったりですね、続いてほしいしね。もうだってもう俺もうあと何年もないからさ、ね、若いやつがドーンと来てこう行ってもらわないと。そうですね、ね、そういう感じですかね。っていうところでもうなんかだんだん時間がなくなってきましたね。あ、本当だ、早いな今日は。まあでも今日はなんかちょっとまた天気も少しあれして、ちょっと崩れるのかな、大丈夫かな、ね、まあ、でもなんかこう秋のケアをしながらも、戸塚、まあ、横浜だと神奈川とか
その東京あたりはまだ、猛暑日じゃないや30度以上、うん、なんか続くみたいな天気予報言ってましたからね。どん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 やっぱ戦ってなきゃいけないですよね。そうですね。でそういうことさっき、まね、番組始まる前に行ってきますって言ってハートフルキッチンのサクラスのスタジオでやってる田口春奈さん、田口春奈さん行ってきますって言ってたんだけど、ええ、この彼女この後番組やるんですけどね、うん、はいはい、お昼じゃないですか。そうだね。お腹空いてますよね。空いてるよねきっと。でも多分番組前だから食う時間ないですよね。さてさて田口春奈さんの昼飯、うん、何食べると思いますか。俺、うんうん、サンドイッチ。これだから次の後の番組で答えてもらいましょう。何食べる予定なのか。今これ振られておろおろおろしてるんだけど、サンドイッチですか。サンドイッチ、あのね、サンドイッチだね。サンドイッチ中身はね、うん、卵卵アレルギーかもしれないですよ、それ。じゃあね、はい、ハムチーズ。ね、そんな話かい、はい、え、大丈夫、何食ってもとんかつ。とんかつ、うん、ああ、そうか。なんか、田口春奈さんってさ、シャキッとした感じだよね。ちょっとね、気合入ってましたね。おはよう、そうそうそう、行ってきますって言っていただきます、はい。横浜銀杯な感じだね。いいですね。そしたらやっぱ牛丼じゃね。それはいいや。というところで大ちゃん、うたさんの人生楽しみです。また来週、バイバーイ。